モーリタニア、モーリタニアイスラム共和国、モーリタニアイスラム教ウアー国、通称モーリタニアは、アフリカ北西部に位置する共和制国家。北西に、モロッコ、サハラアラブ民主共和国、北東にアルジェリア、東と南に、マリ、南西にセネガルと国境を接し、西は、大西洋に面する。大西洋沖の西には、カーボベルデが存在する。 首都は、ヌアクショットである。2015年、の人口は約406.8万人。アフリカ世界とアラブ世界の一員であり、アフリカ連合とアラブ連盟に加盟している。アラブマグリブ連合にも加盟しており、抗議のマグリブ諸国に含まれる。正式名称は、アラビア語で、フランス語表記は、公式の英語表記は、通称、日本語の表記は、モーリタニアイスラーム共和国。 通称、モーリタニア。国名は、アフリカの地中海岸に位置した、ベルベル人の古代国家マウレータニア、現在のアルジェリアとモロッコから取られている。8世紀、4世紀との説もある頃から、国土の南東部に残されたお首都として、ガーナ王国が繁栄した。ガーナ王国は、セネガル川上流の万福周辺から産出される、カネトサハラ砂漠の岩塩から取りされる死を、 北方からの同製品や衣服、送信具などの各種思考業製品の交易路を抑え、その中継貿易の利で繁栄した。このようなサハラ越えの対象交易の利を抑えようとした、村人町に177年に滅ぼされるまで、その繁栄は続いた。世界遺産にもなっているゲティ、新月、新木糸、ウアダン、ティシュト、ウアラタの対象都市は、ガーナ王国と並行して発展し、 ガーナが滅亡した11から12世紀にも繁栄を続けた。シンゲッティはモーリタニア北西部に位置し、古くからシンゲッティ王国の首都であったが、12世紀頃になるとメッカの巡礼地の出発点となり、イスラム学者、学生、修道士などが集まる文化都市となった。シンゲッティ北東約1 0 0トルに位置するワーダーンは、マリ帝国で産出するカネア北西、 約2 0 0トルに位置する、イジルの岩塩から採取される塩の取引の目の中継地にあたるため、その交易の利で12世紀頃から数百年にわたって繁栄した。内陸部のティシートム村人町やムワヒヒド町の外周都市として、やはりイジルの岩塩によって繁栄した。16世紀に、オウドイコールベラ族に、要塞都市に作り替えられた。その後、 交易路が変わったために衰退した。19世紀末には南のセネガルを植民地化したフランスの進出が始まり、1904年には全域が植民地化され、フランス領西アフリカの一部となった。ただし、モーリタニアには都市らしい都市が存在しなかったため、首都はセネガル植民地北部の三類に置かれていた。1946年には、 本国議会への賛成権が与えられると同時に植民地議会が開設され、1958年にフランス共同体が発足すると共同体内の自治国となった。またこの年、中部の海岸に三類に変わる将来の首都になるべき都市としてヌアクショットが建設された。アフリカの都市こと1960年11月28日に、 アフリカ諸国の独立が進む中で独立を達成した。初代大統領には、モーリタニア再編党のモフタールールドだったが、就任した。1960年の独立の、翌1961年に憲法が制定された。フランス第五共和制と同様に、大統領の権限が強いものであった。またこの時、再編党が残存た政党を吸収して、 モーリタニア人民党へと改組され、一党制が確立した。1965年の憲法改正では一党、独裁、社会主義政権の方針が規定された。だった政権は当初は親フランスであったが徐々にアラブ圏へと軸足を移していき、1973年には CFA フラン圏を脱退して、独自通貨ウギアを導入するとともに、アラブ連盟へと加盟した。 だった政権は大モーリタニアを掲げ、モロッコと共に西サハラの領有権を主張し、1975年に南部を占領してポリサリオ戦線と対立した。しかし、ポリサリオ戦線との戦いによる負担は重く、国境沿いに位置するズエラット鉄鉱山やモーリタニア鉄道といった産業施設を攻撃されて経済は混乱し、さらに突破を許して、首都、 ヌアクショットまで攻撃を受けるなど劣勢となったため、和平を望んだ軍参謀長のムスタファウルドサレクが、クーデターを起こして1978年7月に、ダッタは失脚した。しかしサレクは、モロッコとの連携を重視して、戦線との戦闘を続けたため混乱は続き、翌1979年4月にモハメドクーナウルド、ハイダラがサレクを追い落として、実権を握り、 同年ポリサリオ戦線との和平協定が結ばれた。和平は成立したものの、ハイダラ政権も安定せず、1984年には、クーデターで、マーウィア・ウルドシディア・ハメドタヤが政権を掌握した。1989年にが勃発し、数万人に及ぶ、両国国民が、相互に、両国国内から追放された。タヤ大統領は、1991年に、 複数政党制を導入して民政移管を行い、1992年及び1997年の大統領選挙で勝利を収めた。2000年には中華人民共和国の援助で新しい大統領府が建設された。2004年にはが発生している。2005年8月にはタヤ大統領府在時に軍部が無欠のクーデターにより政権を掌握した。 その結果、正義と民主主義のための軍事評議会が設置され、民政違反を公約に掲げた。この公約は実行され、2006年6月25日には憲法改正国民投票が実施され、有効投票の約97%が改正を承認。政権交代の原則が公認される。11月から12月にかけて、国民議会、地方議会、2007年1月に、 上院議会のそれぞれの議員選挙が行われた。2007年3月11日に大統領選挙第一回投票が行われ、3月25日に決選投票が行われた結果、シリ・モハメドウルドシェイクアブダライ元水産省が新大統領に選出された。2008年8月6日、軍事クーデターが発生し、アブダライ大統領、ク府首相、内相が 軍に拘束されていると報道された。また、クーデター実行部隊は、同大統領らを拘束したムハンマドウレド、アデルアジーズ大統領警護隊長を議長とする、高等国家評議会の樹立を宣言した。このクーデターについて、欧米各国、アフリカ連合、アラブ連盟は非難声明を出し、アブダライ大統領を権力に復帰させるよう求めた。高等国家評議会は、 2009年6月に民主化のための選挙を行うと表明。2008年12月には拘束されていたアブダライ大統領をはじめとする旧政府人が解放されたが、2009年1月には現政権支持派によるアブダライ批判デモが起こるなど、不安定な状態が続いた。2009年6月実施予定の大統領選に出馬するため、アブドゥルアジーズは2009年4月に、 軍政トップを辞任した。大統領選は予定通り6月に実施され、アブドゥルアジーズが当選した。2014年の大統領選挙でもアブドゥルアジーズは再選された。モーリタニアは共和制国家であり、大統領制を取る。現行の憲法は1991年7月に制定された。議会はかつて直接選挙による国民議会、会員と 間接選挙による上院の任院制を取っていたが、2017年に上院を廃止する憲法改正国民投票が行われて可決されたため、一院制へと移行した。大統領は直接選挙で選出され、任期は5年2期までとなっている。外交面では、非同盟を軸として、恩賢中立を貫くとともに、フランスをはじめとする、 先進諸国との関係強化を進めている。アラブマグレブ連合、アムのメンバーとして、イスラム諸国との域内協力に極姿勢を示す。一方で、1999年10月には、イスラエルとの外交関係を樹立した。モーリタニアは、アラブ系民族である、ムーア人が支配民族に位置し、アラビア語を公用語とするアラブ系国家として、アラブ連盟加盟国である。 アラブ諸国内ではモロッコ及びリビアと外交的に対立し、チュニジア及びイラクと友好関係を保っている。しかしその一方で、新米姿勢を取りイスラエルを承認し、1999年にはイスラエルと外交関係を樹立した。しかし2008年に始まったイスラエルによるガザ侵攻に反発し、2009年にイスラエルとの外交関係を断絶し、 再び反イスラエルに転じている。スペインが旧スペイン領サハラを放棄すると、モロッコ同様に領土権を主張し、南部を占領した。しかし、ポリサリオ戦線の抵抗に遭い、1979年4月に和平協定を結んで領有権を放棄している。1989年に南隣のセネガルとの間でが勃発した。モーリタニアは12の州と、 首都ヌワクショットに分かれている。最大都市は中部海岸にある首都のヌワクショットである。ヌワクショットは独立後に首都を置く想定で1958年に建設された都市であるが、1960年に独立し首都がセネガルの三類から移転さると乾燥化が進む国内から人々が移住するようになり、人口は急速に増大した。 2014年の都市圏人口は94万5000人を数え、サハラ砂漠最大の都市となっている。これに次ぐ都市は海岸部の北端に位置するヌアディブである。ヌアディブは両港を持ち、1963年に内陸のズエラット鉄山からモーリタニア鉄道が開通した後は鉄鉱石の積み出し港として発展した。また水産業の拠点としても重要な位置を占める。 南部にはセネガル川沿いにロッソやカエディなどいくつかの都市が存在する。アフリカ大陸の西側に位置するモーリタニアはおおむね平坦で日本の約3倍の国土面積を持つ。全土がサハラ砂漠に位置するため国土の90%以上が砂漠であり、中央部にリシャット構造と呼ばれる同心円状の特徴的な地形がある。 南部のセネガル国境をなすセネガル川流域や、点在するオアシスが、わずかに乾燥を免れた地域となっている。大西洋岸とセネガル川流域には、平野が広がり、内陸部は高原となっている。国内最高峰は、北部のズエラート付近にある山、915メートルで、前山が自鉄鉱からなるためコンパスを狂わすと言われる。 近年、サハラ砂漠の砂漠化の拡大が問題となっている。欠片の気候区分によれば、全土が砂漠気候であるが、南部のサヘルはステップ気候になる。冬に、ハルマタンと呼ばれる北東の風が吹き出す。低緯度地域ではあるが、沿岸部は寒流である。カナリア海流の影響により、温暖な気候となっている。首都ヌアクショットの年間降水量は100ミリメートルを超えない。 の被害を受けた。モーリタニアは国土のほとんどが砂漠に覆われ、加工地は国土のわずか0.4%に過ぎないため、農業は南部のセネガル川沿岸を呼び、各地のオアシスで行われるに過ぎない。牧畜は古くからのこの地域の主産業であり、農業よりもはるかに大きい規模を持つが、輸出はあまり盛んではない。モーリタニアの主産業は工業であり、中でも 北部のズエラットで採掘される鉄鉱石が経済の柱となっている。ズエラットの鉄鉱は1951年に開発が始まり、1963年には輸送用のモーリタニア鉄道が開通して採掘が本格化した。鉱山及び鉄道は1974年に国有化され、1976年にはそういう出額の90%を鉄鉱が占めたものの、 ポリサリオ戦線との戦争から始まる混乱期に生産が一時激減し、九百八十三年には一旦輸出額は水産物に抜かれた。しかしその後生産は回復し、二千十四年度には鉄鉱石輸出は輸出の三十九九点パーセントを占めて最大輸出品となっている。このほか金が輸出の十五点一パーセント、銅が輸出の十点一パーセントを占めるなど、 工業がモーリタニア経済に占める割合は大きい。これに加え、2000年代に入りヌアクショットの沖で油田が発見され、石油の輸出に大きな期待が持たれた。これを受け、モーリタニア政府は2005年9月に採掘産業の透明性、イニシアティブ一手に参加し、石油収入国家基金を法により設立し、石油から得た収入を全額基金に振り込むことを決定した。 基金は国外の銀行に設けられ国際監査を受ける。政府はモーリタニア石油資源管理に大きな特権を有する国営石油会社、モーリタニア炭化水素工社ソー総指揮マウリタニエンネでハイドラカーバーイズ SMH も設立した。2006年2月からチングウェッチ海上油田が生産を開始し、同年の経済成長率は11.7%を 記録したものの、その後石油生産は伸び悩み、2013年の原油生産量はわずか33万トンにとどまっており、国内需要70万トンすら満たせていない状況である。工業と並ぶモーリタニア経済のもう一つの柱が水産業である。2014年度には、魚介類輸出が輸出の14.7%、これと別枠でイカ方コ類が10.6%を占め、 おおよそ輸出の4分の1が水産物で占められている。日本が輸入する、まだこの主要輸入先の一国である。特にタコは日本で食べられているタコの3割、他、日本30%、中国11%も6個10%、その他19%、財務省貿易統計、2012年を占めている。日本へのタコ輸出額は2014年度で、約110億円に上る。 このため、日本との貿易ではモーリタニアは大幅な黒字を形状している。道路は右側通行である。交通ルールを守らないドライバーが多く、道路上を動物が歩き回るなど条件は悪い。ロバに台車を引かせる、シャレットが多数行動を走行しているが、遅いため渋滞の原因になっている。交通機関として目的地まで向かうタクシーと決まったルートを ピックアップトラックなどで巡回する乗り合いタクシーが存在する。乗り合いタクシーは安価だが限界まで人を詰め込むという。内陸のズエラット鉱山から開港都市ヌアディブまで1963年に建設されたモーリタニア鉄道が運行している。モーリタニア鉄道の貨物列車はズエラットヌアディブ間 717km で鉄鉱石を運搬しおり、 一本の車両につき車両数210両、長さは約3トルもあり、旅客利用も可能である。国民の40%がムーア人、アラブ人とベルベル人の根結と黒人の根結、あとの30%ずつがムーア人と黒人である。黒人諸民族は人口の7%を占めるボロフ人のほか、トゥクロール人、セレイル族、ソニンケ族、 プル人などが居住する。他年のムーア人支配の影響で、社会の上層部はムーア人が占める。アラブ人には遊牧生活を営むベドウィンも存在する。アラビア語を公用語とする。モーリタニアで話されている。アラビア語は、ハッサーニーヤと呼ばれ、黒人言語やベルベル語、フランス語の影響を受けている。支配層のムーア人は、人種的には、 ベルベル人の要素が強いが、文化的には長い間のイスラームの影響により、アラブ化しており、ベルベル語を保っているものは少数である。高等教育を受けた、商業関係者、政府役人、教育関係者の間では多く、フランス語が用いられており、ドライバーや警備員など外国人を相手にするものにも、広く通じる。英語は入国審査官や研究者などごく一部の、 物にしか使われない。その他、ゴロフ語なども使われている。6歳から12歳までの初等教育が、無償の義務教育機関となっており、その後6年間の総合中等教育を経て、高等教育を行う。2003年の15歳以上の人口の識字率は51.2%で、ある。スンニ派のイスラームを国境とし、 1991年の憲法改正でイスラーム法、シャリーアが正式に採用された。イスラム教徒の比率は99.1%であり、非イスラム教徒はほぼ外国人である。イスラム教国であるが、イスラム教徒でなければ、国内での飲酒は容認されており、外国人は少量の種類を持ち込める。ただし、持ち込み時に税関に賄賂を渡さないと空港内で。 没収されるという。また繁華街では、デカセの中国人を相手にする中華料理店が、存在しており、チンタオビールが容易に入手できるなど適用は緩やかで、ある。肉は、伝統的にヤギ、ラクダ、鶏が食されるが、イスラム教国であるため豚肉は流通していない。野菜も手に入るが、ほぼ輸入品であるため品質は悪い。クスクスなどの味付けには、 トマトピューレが多く使われている。セネガル料理のチェブジェンもよく食されており、パック入りの状態で販売されている。沿岸部では魚も食されるがタコやイカは身、悪がられているため、日本の協力によりタコツボを使う日本式のタコ漁が、盛んになっても食べる習慣はなく、すべて輸出に回されるため首都ですら流通してない。このため英語やフランス語が話せてもオクトパス。 パイバーという単語を知らずイカとタコの区別が曖昧なものもいる。植民地時代の名残で都市部では、フランス風のパンを焼くパン屋があり、スパゲッティもよく食べられる。また茶を飲む習慣も広まったが、茶は砂糖とミントを入れて沸騰させ濃いめにし小さなグラで3回に分けて飲むというスタイルである。なお紅茶ではなく、中国茶が多く飲まれている。また、 日本からの支援物資である米も流通しており、チェブジェンにも使われている。モーリタニアには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件、自然遺産が1件ある。アフリカ諸国の中では、比較的良いという、外国人に対しては、郵便局で荷物を受け取る際に高額な手数料を要求するなど、行政組織の腐敗も根強く残っている。 ベルベル人とアラブ人の根血である、イスラム教徒のムーア人、モール人が、社会の上層を占める。ムーア人と黒人が対立する構図は、独立後も続いている。独立後も奴隷制が続いていたが、1980年に、公式には、奴隷制が廃止された。公式には、世界奴隷制消滅宣言。ただし、その後も、実態として、虐待を伴う奴隷制は続き、 若干の賃金が与えられているだけとの指摘もある。2003年には再び人身売買を禁止する法律が交付された。少女を強制的に肥満化させる風習があり、ガバージュ、または、と呼ばれる。濃厚に向かない、サハラ砂漠が広がるモーリタニアとその周辺では、伝統的に太った女性は豊かな家庭の象徴とみなされ、男性からも好まれた。 このため、各家庭では娘を美しくして良い結婚をさせるため、少女時代に強制的に太らせるようになった。砂糖を加えたラクダの乳や雑穀の粥、クスクスなどを大量に飲み食いさせ、拒否すれば木の万力でつま先や手の指を挟む罰を与えることもあった。さらに運動を制限し、食欲を増進する薬を使う場合もあった。 モーリタニア政府の2011年時点の調査によると、10歳までに太るような生活を強いられた経験を持つ、モーリタニア人女性は約6割だった。ルブルで死亡した少女もいる上、肥満は心臓疾患、糖尿病、関節炎など健康被害をもたらす。このため政府の社会問題、子供、家庭省は、ルブル撲滅を国民に訴えており、以前より減っている。 国土の砂漠化が著しく、首都ヌアクショット周辺の住宅地も砂漠に飲み込まれ、放棄されている。政府日本政府、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。